はい、どうも、都市部キッチンです。今日はですね、こういった感じでいつもと違う雰囲気で撮影しているんですけども、インスタを見ていただいている方っていうのはもう分かっているかなと思うんですけども、お店の内装が完成しました。ありがとうございます。ようやく完成しました。8月1日から内装の施工を開始して、今日が10月1日なんですけど、少し前に内装業者の方から引き渡しされてっていう感じで、今はいろいろ備品買ったりとか、あとはワインの発注とかで、まあ仕入れ業者さんの契約っていうのはもうずいぶん前からやってたので、もうほぼほぼ終わっているっていう状態なんですけども、と料理の仕込みも明日いろいろ調理道具届く感じなので、まあ明日以降いろいろ仕込みもやっていこうかなって思ってます。で、今日はいつも通りのレシピの紹介の動画ではなくて、内装の施工開始から完成までの様子を簡単にですけどまとめたので、ちょっと見てみてください。それではどうぞ。今日物がいっぱいあるね。何が？なんかスノーボードとかもあったよ。店中のパフェを終わらせる。で、店まで。もともとこういうサイズ。そうですか。
店内はこういった感じですね。入り口入ってすぐにこうカウンターがあって、ここがキッチンですね。内側がキッチンですね。ここがまあ火口になってて、火を使った料理ですね。でこの気に入ってるのがこの壁側のちょっとこうネイビーっぽい色のタイルだったり、あとはそのこのお客様側の壁ですね。ここが全部レンガ張りになってます。でこのレンガも実際に使われてた建物のレンガで、中国の壊した建物のレンガをここに持ってきてもらってつけてもらってるっていう感じですね。マリンランプっていうんですけど、ちょっとおしゃれなやつをつけてます。で入り口入って右のところがテーブル席になってます。図面で見てた時の感じよりもすごく広く使えるかなって思います。テーブル席座った感じが、まあ、こういう感じですね。ちょっと分かりにくいかな、まあ、こういった感じで地に一人と、まあ、もう一人、これ壁際なんですけど、もう一人座れるかなっていう感じです。それで、まあ、こっち側もちょっと狭いんですけど、まあ、2人頑張ったら座れるかなっていうぐらいのサイズ感のテーブルですね。はい、でテーブル席のところからこういった感じに厨房に入れて、まずはこうワインセラーですね。ガラスのショーケースで、こっちがゴールドテーブルとシンクで、こっちも冷凍付きのゴールドテーブルと、それから製氷機とこれが食洗機ですね。でガスオーブン、まあ、限界ですね。この狭さだと3口入れるのがやっとって感じだったんで、3口のガスオーブンですね。それからこっちが二層シンクで、この上にこういった感じに棚がついていて、ではい、これがスイッチパネルですね。こう真鍮でちょっと磨かないと、ちょっと営業始まる前には綺麗にしてかっこよくしようかなと思います。であとはこだわりポイントとしては、こういう真鍮のカウンターの上なんですけど、真鍮のシェードランプだったり、あと一番のポイントはこれですね。レンジフードのここにロゴでも使ってるワイングラスのマークをレーザー加工で抜いてもらって、レーザー加工でこう抜いてもらってあるんですよね。だからこうやって手がおります。これ結構ポイントで、外から見た時にここからちょうどこう光が漏れてて、なんかすごいいい感じなんですよね。でこの奥にもこう影ができたりとか、こっち側か、こっち側に影ができたりとかもするので、すごく気に入ってます。これはもう内装屋さんがこういう加工してくれる業者さんを探してくれて、まあ、せっかくならなんかやりたいねっていうことで、ちょっとこういったワイングラスのマーク作ってみました。で、まあ、よくあるここ中もこうコの字に折り返しがついてるんで、こうフック使ってフライパンとか引っ掛けてます。
はい、こんな感じで今日の動画は内装の施工開始から完成までの様子をこうまとめた動画になってるんですけども、いかがでしたでしょうか。すごくこう雰囲気ある感じのお店に仕上がったかなと思います。すごくこうコンパクトなお店で、もう本当お客さんとの距離も近い距離なので、なんかこういろいろこうお話ししながらワインとか料理楽しんでいただけたらすごく嬉しいかなと思います。で、最初予定していたのではこう9月の下旬頃お店をこうオープンさせたかったんですけど、ちょっとやっぱりいろいろスケジュールがこう合わなくなってきて、ちょっとこう遅れてっちゃってた感じになってしまったので、こういったちょっとこうオープン遅れちゃった状況ですね。で、まあ、もう内装も完成して、他にもいろいろこう鍋とかいろいろ明日届きます。で、ようやく仕込みもできるかなっていう感じなので、オープン日なんですけども、もう決めました。10月10日ですね。10月10日に正式にオープンしたいと思います。で、予約の方法なんですけども、管理するのも僕一人で全部管理しなきゃいけないので、やっぱりこういろんなやり方があると予約漏れとかが出てきてしまう可能性もあるので、インスタの DM かお店の電話番号ありますので、そちらに連絡をしてください。で、一応概要概要欄の方にも掲載しておきますので、ちょっとそちらを見ていただいてから予約していただけたら嬉しいです。はい、では今日はこんな感じでお店の施工開始から完成までの様子でした。次の動画からはいつも通りレシピの紹介動画上げていこうと思いますので、ぜひそちらもご覧になってください。撮影場所がいつも通りの場所だったり、こちらお店だったりって、ちょっとこういろいろなる感じもまたそれも楽しんでいただけるかなと思ってますので、ぜひご覧になってください。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。